今日も来たよ、秋田。どうした、シロ。どこ行くの。何ここ、すごいとこだね。抱きたい時は我慢しなくてもいいんだぞ。クレヨンしんちゃん、住の町のシロ。秋田はいいね。行け。来た来た来た、ヤマメ。行くぞ、しんのすけ。このままシロ、わたあめ。不思議な世界へ一人旅、クレヨンしんちゃん、住の町のシロ。それちゃんと契約に入ってますか。しんちゃんのモノマネ。おはようございます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 。さて、出かけるか。シロ、あんたどこ行ったらそんなにくどくなるのよ。確かに。お、なんか来た。あら、シロ、勝手に乗っちゃダメだぞ。乗っちゃってんじゃん、しんちゃんも。しょうがないな。じゃあ、ヤモリお願いします。いや、そこにいるのよ。来い来い来い。どうだ、ぴったりよ。来た来た来た。あータイミングが。あー、釣れた。ヤマメ。はい、カット。はいはい。あ、押しすぎちゃうと出すでしょ。あー、なるほど。はい、来た。トロッコレース、ゴー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 。あー、そっか、押しすぎた。はい、減速。いいよ。これぶっちぎってんじゃないの。よっしゃい、オッケーくー。よいしょっと、オッケー。このまま、このまま行くぞ、しんのすけ。このままくー。つー、どうだ、ここ。それでここで、こう止まって。あー、違う。うー、粘れ。ここでやばい、時間がない、時間がない。白、わたあめ。上手。No, I don't want. シロ、わたあめ。恥ずかしいわ。最初はやっぱ子供に自慢できるなっていうのがでかいですね。うちはまあ3人いて、下の子は7歳と4歳ですから、まあしんちゃんドンピシャに今ハマってて、でゲームも大好きだから、まあそれをお仕事でできるっていうのはまあ子供に自慢できますね。はい。こう見えて結構シャイボーイというか、人前に出るのがすごい苦手で、4つ上のなんか兄の後ろをずっと追っかけてたイメージですかね。僕は千葉の幕張ですね。自分が出身した町なんですけど、その今のある幕張メッセのところは、まあ、ご存知の通り埋め立て地で、僕はそれができるはるか前に海でしょっちゅう遊んでたんですけど、なんかそれがね全然思い出せないんですよね。あの自分がいたはずの場所に立ってもやっぱはるか向こうまでそのメッセが続いてるんでね、ここから先が海だった状況がたまに千葉に帰ってもなんか全然思い出せなくて、それをなんか久々に見てみたいです。
息子がねアクション系が好きだからそれをよく一緒にやってるかもしれないですね。はい、めんどくさいところを大体僕が担当して美味しいところを息子がやるっていう、はいボス着いたよって言うと息子がボスをやるみたいな、まあ、よく多いです。はい、そうですね、やっぱり昔の時代ってのは結構好きでよくやってるんですけど、意識してることはあんまりリアルにこだわらないというか、実際資料とかもいっぱい残ってるんでリアルに表現しようと思ったらできるんだけど、やっぱこうあくまでもイメージの中のノスタルジーを再現したいなっていうのは日頃思ってますね。古き良き時代のこうあったかさみたいなものですよね。うん、なんか見たことないんですよ。実際に言うと僕よりあの世界はちょっと前なんですけど、それでも何かこう懐かしさを感じるような気がしました。なんかほのぼのしているゲームの世界なんだけど、突然すごいなんか映画的な演出がかかったりだとか、ゲームが始まったりだとか、なんかいろいろこう緩急が効いてるゲームなんだなっていう感じがしましたし、まあ僕はでも何よりもそのアニメそのまんまだなっていうのが一番驚いたし、これができる子供が羨ましいですよね。僕らが子供の頃によくあったこのアニメのゲーム化、まあ、これじゃないなっての結構多かったですからね。実際蓋開けてみたら僕らが見たいのはこれじゃないんだよっていうのがよくあったんですけど、これはもう本当クレヨンしんちゃんの世界そのまんま描かれてるので、そこがちょっと感動しましたね。そうですね、これはなんか、ただ一時の、暇つぶしでやるようなゲームじゃなくて、もしかしたら思い出になるゲームなんじゃないかなというふうに思いますので、じっくりその世界に浸ってみてください。クレヨンしんちゃん墨の町の城、ぜひプレイしてみてください。さて出かけるか。今日も来たよ、来た、行け、どうだ、来た来た来た、ヤマメ直線で一気に行こう、行くぞしんのすけ、このまま。あーなんか懐かしい感じ。シロ、泣きたい時は我慢しなくてもいいんだぞ。不思議な世界へ一人旅、クレヨンしんちゃん墨の町のシロ。